皆さんこんにちは。個別指導塾キャッサイズ塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけれども、高校受験が終わった瞬間に始めるべき参考書を皆さんにお伝えしたいと思います。まあ、多分時期的には少し高校受験が終わるより手前で、まあ、動画を出すことになると思うんですけれども、まあね、高校受験終わったら、まあ、大体の生徒さんって、ああ受験終わったと、うん、で高校に入っていくんですよ。で高校に入るとですね、中学校の時よりも、まあ、進度も早くなるし内容も難しくなるんですね。でもやっぱり、まあ、浮かれてますからね、部活どうしようとかね、高校生活エンジョイみたいな感じで4月5月でやっていくと、実はもう中間テストが始まり、でなんだかんだしたら期末テスト、夏休みで、夏休みなんか友達とね、部活でエンジョイしたりね、友達と遊んだりしてると、はい、もう秋です、冬です。で1年間経ってまたね、この動画にたどり着くんですけど、1年間ね無駄にしてしまったってことになるので、まあ、とにかく受験が終わった瞬間にもうこの勉強を始めてくれというものを、まあ、結構いっぱいにはなっちゃったんだけど、なるべく絞ってお話をしたいと思いますので、今日はぜひね聞いてください。はい、科目としては英語と数学をやります。でかつ、まあ、一般的な、まあ、公立高校とかそういうところに合格したような方と、だいぶハイレベルな方、それこそ地域で一番の学校に行ったとか、それこそ高校受験で例えば開成とかね、まあ、灘とか筑波とかそういうね、まあ、そこまでじゃなくてもいいんだけど、かなりハイレベルな高校受験に合格できた方の2つに分けて、だから 2×2 の4パターン今日はお話ししたいなというふうに思います。じゃまず英語なんですけども、まあ、とにかくね英語でやってほしいことはね、英単語なんですよ。高校受験って実は英単語そんな分かんなくても結構突破できちゃったりするんですよ。特に公立高校入試って、ね、なので、まあ、とにかく、まあ、ターゲットの1200まあ、やるのがいいかなと思います。はい。まあまあ得意な人は1400からでもいいですし、あとはまあアシスタントのベーシックからでもいいですけど、まあ、中学校の英単語とかだと結構もう分かるよってものが多いと思うので、中学校のものも含まれつつ、ちょっと難しいものも、まあ、ちょっと難しいって言っても大学受験で言ったら簡単なんだけど、そのレベルの単語を入れるっていうために、まあ、ターゲットで言うと1200あたりをやるのがいいかなと思います。で、これはね、多分ね、知ってる単語も結構含まれているはずだし、受験直後って、まあ、単語結構まだ頭に残ってるじゃない。だから、ぜひこれはね、春休み中に、いや、鬼畜って言われるかもしれないけど、やってほしいんですよ。やったほうがいいですよ、ほんとに。これが分かった状態で4月を迎えるのと、これが曖昧なままで4月を迎えるのは全然違うんでね。はい。で、次です。レベル別、英文法のね、レベル別問題集の1と2。および大岩先生の英文法の本ですね、これをぜひやってほしいと思います。基本的には、まあ、皆さん高校受験終わったんで、英文法できてるよねって言いたいんですよ、基本的なことは。なのでレベル別の1とか2とかって、まあ、かなり高校受験の問題が多いので、やってみてほしいんですけど、まあ、多分ね意外にできないんですよ。意外にできないですよね。そうとか、あとまあなんか家庭法よく分かってなかったよとかってまああると思うので、それをまあ大岩先生の本を読みながら、まあ、しっかりと復習しつつ、まあ、何度か回していってほしいんですね。でこれをやることで、まあ、全てね英文法 OK ということはなりませんけど、高校1年生の少なくとも1学期2学期ぐらいの英文法は OK になるはずなので、これもぜひ春休みの間にやっていってほしいです。はい、また鬼畜って言われるかもしれないですけど。はい、で最後ですね、できればやってほしいことなんですけど、スタディサプリで関先生の英文法の講座を見始めてほしいなというふうに思います。まあ、もし時間に余力がある方だったら一通りね全部見ちゃうっていうのもまずありだと思うんですけど、もちろん全部ね見終わらないって方もいると思うんで、まあ、ちょっとね例えば5月ぐらいに終わるようなペースでもいいし、まあ、4月ぐらいに終わるようなペースでもいいから、まあ、とにかく見始めてほしいなって思います。今から皆さんが学校の授業を、関先生よりもしかしたら分かりにくい授業かもしれないけど、まあ、週にね3コマとか4コマとか受け続けていくわけじゃないですか。それをもう全部先に聞いちゃえば非常に楽なんですよね。だからその先取りをぜひしてほしいという感じですね。はい、なので、まあ、単語と文法はまあ、もちろん先取りの部分もあるけど、どっちかというと足元を固める作業、で笹部の関先生の講座はまあ先取りですね、そのために勉強してもらえればなというふうに思います。はい、であまりにも、いや僕実は英語苦手なんですよという方いると思うんですね。でそういう人はですね、ぜひ春休みの間に、英文法ドリルですね、中学のやってほしいです。まあ公文の一冊にまとまってるやつもあるし、まあだいぶ苦手ならそれこそドリル形式で中1中2中3って分かれてるやつもあるので、まあ、何でもいいです。はい、中2ぐらいからつまずいてる人が多いので、まあ、中2と中3のやつをやるのがいいかなと思いますね。はい、これをぜひやってみてください。はい、でハイレベルな人については多分ターゲット1200ぐらいだと、まあ、結構マスターできてる人もいると思うので、そういう方はですね、ぜひターゲット1900もしくはアシスタンにチャレンジしてほしいなと思います。まあ、ただ3月中に全部覚えるというのは結構しんどいと思うので、まあ、それこそ高1の夏休み前とか、ゴールデンウィークとか、まあ、それぐらいまでかけてもいいので、まあ、コツコツ覚えてほしいなというふうに思いますね。であともう一個やってほしいのはポラリスですね、ポラリス英文法、これはまさに先取りで、これプラス多分一人でいきなり勉強し続けるってまだまだ中学校の時やってた人少ないと思って抵抗感があるので、そこに、まあ、関先生の先生サプリ見て、まあ、だからやってる内容を重複してちょっと効率悪く
ふうに一見見えるんだけど、その先生の話を聞いて勉強するスタイルと自分で参考書をやって勉強していくスタイルをうまく移行させるために、あえて、まあ、ちょっと重複あるんだけど、ちゃんと関先生の、あの授業を聞きながらポラリス読み進めながら、問題解きながらやっていくといいと思います。まあ、問題の演習量が不安だなって人はレベル別の英文法の問題集の、まあ、3とか4とかあの辺をプラスしながら進めていけばいいと思いますね。はい、はい、まあ、ちょっとレベル的に少し難しい内容なので量としては少ないです。はい、まず英語はこんな感じ、うん、で次数学なんですけども、はい、数学まずやってほしいことはですね、中学の復習なんですよ、うん、だいたい高校に入った瞬間中学範囲ちゃんとできてる人って半分もいない感覚なんですけど、どうですか？いや僕もそう思いますね、うん、はい、なのであの最初ですね、スタディサプリにすごくいい講座があって、うん、あの調べたんですよ僕今日ね、うん、そしたらね中学総復習数学っていうのがあるらしくて、ありますね、これやってほしいですよね、うん、まずやってもらって、まあ、できればあなんかその問題集とかも問題入ってるんで全部解けるようにしていただいた上で、うん、まあ、初めから始めるよう、ね、にまずやってほしいんですよね。まあ、そうですね、はい、うん、もしくはあの映像で見ていくっていう人はスタディサプリの 1A ですね、うん、やっていってもらえればいいかなというふうに思います、うん、でとにかく春休みにですね、うん、まあ、どこまで終わらせろってことはないんだけど、とにかく限界までやってみてほしいんですよ、うん、で限界までやってみた結果もう一冊入門問題成功をやってほしいんですね、 1A の、うん、で恥恥をやって、もしくはスタディサプリでどっちかね、うん、やって入門問題成功が分かるよと、うん、進んでいけるよっていう人は結構まあ数学の才能があるので、うん、そのままどんどん突き進んでください、うん、でなんなら高校入る前に 1A ぐらいまでやれたらいいよね。いやめちゃめちゃいいですね、入門問題成功ぐらいは、うんうん、でもねやってる人多いんですよ、うん、で次のハイレベルの人の話するんだけど、うん、ハイレベルな人って大体さあの、まあ、某大手塾行くじゃん、うん、で合格するじゃん、そうするとねこの某大手塾からあのお手紙が来るんですよ。そうそう、であの、ね、高校に入る前にあの高校の勉強を体験しませんかみたいな、うん、僕も来ました。来ますねこれね。で行くんですよね、うん、で無料だったりするんで、うん、まあ、塾からすると、まあ、勧誘ですよね、うん、で僕らからすると、まあ、なんかその春季講習一コマ分というか、ね、うん、あの5時間とか分かんないけどそのできるから行くわけですよ、うん、そこで何やらされると思います？微積やらされるんですよ。急に、はい、僕あのサフィックスに通ってたんですけど、はい、まあ、あのサフィックスの、ね、系列的にネクサスっていうのは高校部門であるんですけど、うん、はい、まあ、サフィックス受かったらですねその塾長に、ね、あの春暇でしょとか言われて、ね、あの無料だから行ってきな、あの入学しなくてもいいからみたいな、うん、まあ、本当に別に入塾しなくてもいいんですよ、うん、なんですけど行ったらですねとにかくなんかやるんですけど、だから高校受験で図形とか結構得意だからそういうとこは全部すっ飛ばして、うん、とにかく関数だけやるんですよ、うん、で微積までやっちゃうんですよ。確かに確かに、はい、うん、まあ、微積って言っても、まあ、積分は本当触りって感じで、もうほぼ微分みたいな感じですね、うんうん、やってくれるんですよ、はい、やばくないですか。いややばいですよねっていう人たちがまた改正とか入って、うん、でまた1年間で 2B までやってで哲学会とか行くわけでしょやばいじゃん。いや何もしてなかったらもう今からやんないと勝てないですよね。そういう人には。だから意外と入門問題成功を、ね、うん、1A 分ぐらいは春休みにガチッとやっても別にそんなにね、うん、あの別にいやもうすごい天才みたいな感じではないんですよ、うん、確かに確かに。そうだからあの、まあ、別にねあの結構大変だし、まあ、高校入る準備でいろいろねやりたいこともあるし、うん、まあ、せっかくね高校合格したから休みたいって気持ちもあるだろうから別になんか絶対やるとは言わないんだけど、うん、まあ、そんぐらいの気持ちで勉強してもらえたらいいかなと思いますね、うん、はい、はい、で一方でじゃあもともとハイレベルな人どうしたらいいのかっていうと、うん、まあ、そのね微積を習うチャンスがある人とかもいるんだけど、ただぶっちゃけねあのそれでなんとなく聞いても、まあ、ぶっちゃけ分かってないです。まあ、そうです、はい、そうそうそう、分かってないです。なので、そうですね、そういう方も、まあ、自分でですねあのハジハジスタサップ見ながら、まあ、入門問題成功やってみるもよし、ただ、まあ、結構ハイレベルな子たちだと、まあ、基礎問からやっちゃっても、ね、あのいけると思うんで、うん、そういう子は、ね、いける方多いですね、基礎問からやってもいいかなと思います。はい、っていう感じですね。なのでそういう子もね、まあ、1A とかを早く終わらせておくといいかなと思います、うん、ただじゃあね春休み頑張って数学をやったんだけどなかなか無理って人いるわけじゃないですか。まあいますね。はじはじやったんだけど、うん、入門問題成功解けないんですけどみたいな、うん、でもそれはもうなんかしょうがないですよ。今までの小学校とか中学校の時の数学の積み重ねがあるので、うん、今できないことはしょうがない。これから伸ばしていってほしいんだけど多分一人で全部やっていくのがしんどいので、うん、あのまあ、自分がね塾やってる人間にはおかしいかもしれないけどあのね数学は塾行った方がいいかもしれません。そういう子は、まあ、そうですね。数学はその要素がやっぱり大きいですよね、科目として。そう、うん、だから例えばなんでこれって A の値でその最初の 1A の方ね、うん、A の値でこれ場合分けしなきゃいけないんですか、うん、とか頂点のなんか交点とか頂点のどういうことみたいなあのねあるでしょ2次関数、うん、まあ、そこからもうやっぱりなるんですよ、まあ、僕もなったからね、うん、だからその時にやっぱ聞けて教えてくれる人がいるとああそうかと、うん、なるんですよね。でだから進学校とか通ってるとそれをね友達に聞けたりするんだけど、まあ、みんながみんなそうじゃなかったりするのでだったら
その塾行って先生に教えてもらえる環境とか、まあ、塾行けないとしても学校の先生にすぐ聞けるような環境を自分で作りに行くとか、まあ、そういう努力をぜひしてほしいなというふうに思います。はい、というわけで今回エース高校受験が終わった瞬間にやるべきことお話しましたけど、いかがだったでしょうか。中谷さん的に何かあります？これもやってほしいとか付け足しとか。いやでもまあ基本的にはこのぐらいやってほしいなって思うんですけど、僕は入門問題成功までほぼ必須でやってほしいなって思ったぐらいですかね。そうですね。いや、まあ、まあちょっとレベルが明確にしてないんで、ね、そうですね、レベルが、そうですね、だから東大受からずぐらいの系だったらやってほしい、ね、サクッとやってほしいけど、そうそうそう、ね、数学ってのは手を動かすのがすごく大事だと思うので、そうですね、はい、そこまでね、はい、ぜひ頑張っていただきたいなってぐらいですかね。はい、うん、そうですね。なのでぜひね、あの高校受験終わった方すぐさま、はい、あの受験勉強頑張りたい、はい、鬼みたいなこと言ってるんだけど、でもね、いやこれマジで優しさの部分があって、あの、うん、本当に高1になった瞬間についていけなくなる子が多いんですよ。いやめちゃめちゃいますよね。そう、うん、でそれってやっぱりその高校入っていろんなイベントがあったり部活があったり、うん、で学校の進度も早くなるし難しくなるっていう中で、うん、ついていけなくなっちゃうんですよね、うん、でついていけないんだけど、別にね、皆さんってやっぱり今まで受験勉強してきたからごまかせるんですよね、うんうん、ごまかしごまかし、あ、中間テスト赤点じゃなかったよかった、うん、期末テストも赤点じゃなかったよかったってできちゃうんですよ、うん、で本当に取り返しがつかなくなるのが高1の終わりとか高2の夏休みとかなんですよ。で そっから勉強を始めるのと、今から貯金を作っといて、うん、もしかしたらね、あの高1の頭忙しいかもしれないけど、うん、貯金を使いながらでもなんとかね踏みとどまって勉強を進められる、うん、全然違うんで、うん、ぜひね頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、まあとにかくね、まあそれね物足りないと、ね、貯金使うんじゃなくて、うん、俺はどんどん貯金増やすぞと、うん、下げ取り死ぬほどしてやるよって方はね、うん、ぜひあのキャスタイスの門を叩いていただければと思います。はい、概要欄にリンクあります、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴しましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日のチェコーナーです。はい、中学範囲に不安がありますが、それでも、あくまで、先取りを優先すべきでしょうかということですね。そうですね、結構この質問多いんですよ。うん、実はあの僕が先日サブチャンネルのライブ配信で質問を受けてたら、うん、これあったんですけど、その、うん、僕の感覚で言うと先取りっていうのは別に先取りだけじゃなくて、先取り＆復習というか先取り＆演習なんですよ、うん。当たり前ですけど、先取りをするためには手前の範囲ができてないと先取りできないんで、うん、先取りをしまくるってことは簡単に言えば、あの復習もめっちゃやるし、うん、先取りもめっちゃやるし、演習もめっちゃやるよってことなんですよね、うんうん、そうなんだけど、あのそういう風に言っても伝わんないので、うんうん、先取り勉強量って言ってるわけですよ、うん、だけど本質的には結局あの勉強量めっちゃ増やすっていうのは先取りをするってことだし、先取りをするってことはあの復習をするってことだし、その演習問題もちゃんと解くってことなので、うん、なのであの全部やんなきゃダメなんですね。まあ、そうですね、はい、なので中学範囲に不安がある場合は、うん、まあでも僕は最初はちゃんと復習をした方がいいと思います。特に数学、はい、うんうん、英語は例えば中学の単語分かんなくても、中学の単語とあの高校の初級の単語をまとめて覚えちゃうってことも、まあ、できなくはないですね、うんうん、あと英文法もその、まあ、いきなりねちょっと難しい英文法の問題とかは無理だけど、中学の範囲のドリルとかをやっておかないとやっぱねできない部分とかもあるので、まあ、そういう観点で言うとやっぱりきちんと中学の範囲をあのきちんと固めた上であの先取りを進めていただいてほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日の話は以上です。